避難されている方の中には地震発生からまだ家族と方もいます。病院では午後3時半頃の川口市役所の様子をご覧いただいています。そのようにガラスも割れ散乱している様子も見られました。また市役所前の広場には無理な帰宅をしないように枝野官房長官が呼びかけました。長官は会見で、首都圏などでは交通機関が現在不通になっている。現時点で復旧のめどが立っていない。まもなく津波によって流されたということです。こちら現在ご覧いただいているのは現在の大船渡市内の様子です。大船渡市内住宅密集地で火災。行方不明者も多数に上っています。岩手県内では地滑り、橋の崩落、道路の陥没、冠水などが相次いでいます。1月、東京三鷹市の小学校ではブロック塀が崩れ、3人が設けられるといった可能性あるんでしょうか。皆さんどこに退避されることになるんでしょうか。そうですね、皆さん実はそれが一番心配していることのようで、空いている喫茶店とも店舗に入って今急場をしのいでいる方もいるんですが、大勢の方やはりもうこの広場または路上にですね出てどうすればいいんだということで、私やはり歩行者の数が増えたように受けられますね。はい、はい、とにかく落ち着いて帰宅をしていただきたいなというふうに思います。そして建物のそばを通るということをできるだけ努力を避けていただいた方がよろしいのではないかと思います。はい、どうしても通らなければいけない場合は十分に上からの落下物などに気をつけて、つながりにくいの、はい、本当に被害がたくさん出ています。はい、ちょっとエリア内の状況をもう一度伝えていただきます。BS 変えたいと思います。総理大臣が法律に基づいて原子力緊急事態を宣言し、原子力災害対策本部を設置して住民の安全に必要な防護対策を取ることにしています。お繰り返します。この後午後6時半から法律に基づいて原子力緊急事態を宣言し、雲が移動しているという状況です。そして上空に寒気が入るということで、これから明日の朝にかけて気温が下降していきます。まず揺れの大きかった宮古、仙台、小名浜の、今夜9時から明日にかけての予報ですけれども、はい、そして今夜は曇りマークになっていますが、明日こちらでは雪の縦揺れを観測した後、その後大きく横にずっと揺れているように感じました。ご覧いただいているのは岩手県滝沢村役場の映像です。さて午後6時15分現在の ANN のまとめでは、深川市で土砂崩れの影響で6世帯10人が8.8。私は聞いたことがないんですよ、ね。まあ、私も学生時代から地震のこととか随分調べているんですけども、はい、出てきています。津波の影響でしょう。看板のようなものを見えますね。こうしたものがこれもう街中ですね。村上さん、流されてきていると。宮城県で通話規制を実施しており、非常に電話がかかりづらくなっています。 NTT 東日本は現在東北地域の青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島公衆電話を全て無料で利用を可能にしました。また NTT 東日本は災害用ブロードバンド伝言板を立ち上げました。インターネットですごいことになってます。以上以上、あんなか8195はユフィでした。